はい、本日ですね、こちらニットの王様ジョンスメドレーでご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちらにですね、世界最高峰と呼ばれる、ロンティーというか、まあ、カットソーがあるんですね。でこれなんと先にお値段言います、約4万円近く、3万6千円ぐらいするということで、たった1枚のカットソーがそんだけするというね、もしかしたらですね、お父さんのお小遣いよりも高いでと、まあお小遣いで大体3万円とかって言われるけど、それよりも高いというどんな T シャツやねんということでね、開けていきたいなと思います。まあ、ジョンスメドレー自体はね、僕今まで紹介したことあるんですけども、まあ、今回は2022年モデルの新作やいうことやったんでね、あ、じゃあこれ見ていこうじゃないかということで、まあ、こんな感じで世界中にファンがいてるんですけども、こちらジョンスメドレーをご紹介していこうと思います。ではですね、本日の流れとしてはまずは着用していってサイズ感見てもらいます。でその次に特徴、なんでこのロンティー普通のロンティーやのに3万6000円もすんのと、ちょっとわからへんので説明してくださいということやと思いますので、ほなわし説明しようかということでさせていただきます。でその後はね、デメリット、まあとは言いながらもちょっとじゃなくて、実はいいんですけど、その反面デメリットの部分もありますよっていう話して、で最後おすすめの人で終わっていきたいなと思いますので、まずは着用していきたいなと思います。はい、それではね、こちらの、ジョンスメドレーのニット着てきます。せーの、はい、とまあいかがでしょうか。こんな感じでね、着てみました。ちなみにこれ中何も着てません。タンクトップとかも何も着ずにね、これ1枚でさらーっと着てみたんですけども、どんな感じでしょうか。着心地はね、めちゃくちゃいいですね。やばいでっていうくらいいいんですけども、サイズ感としてはね、僕これで L サイズなんですけども、まあ本当ジャストサイズかなぐらいで、ちょっと選択するとね、あとでまあデメリットでも言うんですけど、ちょっと縮みあるんですよ。それ考えるとね、もう一個上でもいいかなとは思ったりするんです。着丈がちょっと若干ジャストめかなっていうことで、もうちょい短くなってくるとこうベルトが見えるぐらいまで来ちゃうので、まあ気にはなるんですけどもね、これがねジョンスメドレーのサイズ感になってます。本当だからビチビチなジャストっていうよりかは、ゆったりもいかんしジャストもいかん、ちょうど間ぐらいですかね。ほんまスタンダードな感じのサイズ感にはなってると思うんですけども、じゃあ特徴いきましょうよと、このジョンスメドレーどういう特徴あんのと、これいいカメラで見てください。このドレープ感、このしなやかそうな感じ、おーやばいやないかと、さすが宝石、繊維の宝石って言われてるだけあるなと思うと思うんですけど、じゃあ特徴何かというと、まずは最初に言わせてください。これ新モデルになってるんですけども、やっぱ相変わらず着心地いいよねと。じゃあどんな新モデルってどんなモデルなんていうと、実はゲージ数が変わっております。でそれによって若干着心地悪くなるかなとかって思ったりしたんやけども、まあ、そこはしっかり保たれてるということで、じゃあゲージ数って何ですかと。ゲージ確か聞いたことあるな、服って覚えること多いですよね。音数、ゲージ、番手、もう山ほど覚えることあるから、もう嫌にはなってくるんですけど、やっぱり好きやから覚えちゃうんですよね。これゲージって何かって言うと、ニットとかってよくゲージ、ハイゲージ、ローゲージって言ったりするんやけども、ハイゲージっていうと数字が小さくなるんですね。ちょっとこれ覚えづらいけども、1とか2とかっていうのがハイゲージで、逆にローゲージって何かって言ったら、例えば30とかって言ったらローゲージだから、30、29、28、27、26、5、4、3、2って上がるにつれてハイゲージで、数字が大きくなればなるほどローゲージになるんですけども、以前まではこれ30っていうゲージで作られてたんですよ。で今年から出たこの2022年モデルの新モデルは24ゲージになってるんですね。まあ一応ローゲージはローゲージやねんけども、その代わり少しちょっとこう糸が太くなってるというか、ちょっと網目が粗くなってるというか、まあ言い方を変えればね、ローゲージであればあるほどちょっと肌着っぽくなるんですよ。こうなんかおじさん臭くないと、こう夏場の白 T 着て内輪泳いでる、完全に胸だれてるおじさんおるじゃないですか。あれっぽくなっちゃうっていうのがローゲージのちょっとデメリット、見え方がちょっとダサくなっちゃうっていうのがあったりするんですけど、まあ、これに関しては24ゲージやから、ちょっと肌着感がなくなってるんですよね。これ僕1枚で着てるけども、まあ、そんなに肌着のおっさん臭さって多分ないと思うんですけど、そういったところが今回ニューモデルで出たこの24ゲージなんですよ。だからね、あ、いいじゃないのと、1枚でも着れるようになったんでねということで、確かに白で着ててもね、皆さん注目になりますよね。地の、首の方がありますけども、こちらの方があまり目立たないという状態になってますので、右目の方も左目の方もね、そんなに目立ってこないということで、安心して着れるんじゃないかなっていうことはあるんですけども、ただゲージを上げれば上げるほど着心地ってやっぱ落ちちゃうんですよ。こう粗いニットってあるじゃないですか、モコモコしたニットとかって、どうしても着心地悪いじゃないですか。で逆に肌着になればなるほどいいっていうのがあったりするので、まあ、そのギリギリのラインをね取られたっていうのがこの多分24ゲージなんで、着心地がいいのにもかかわらず肌着感がないというのがね、このジョンスメドレーの新モデルになってるんかなと思います。じゃあ次はね、どんな特徴があるのというと、このジョンスメドレー語る上で一番大事なとこ何っていうと、ちょっとこれ言わせてください。シーアイランドコットンという、もうこれが宝石のようなコットンなんですけども、それが採用されているということなんですね。でコットンって言ったらね、いっぱいこんないろんなコットンありますわ。普通のこんなコットンもあったり、こんなコットンもあったりするんやけども、やっぱりちょっと横並べたら色味が若干違うかったり、こうテカリが違うかったりっていうのって、なんで違うのって言われると、実は産地なんですよね。どこで取れた
糸なんかによって光り方が変わったり染めにくさが変わったり柔らかさが変わったりするんですよ。だからお肉もそうやと思うんですけどね、どこの産地のお肉かによって甘さが変わったりとか柔らかさが変わったりするのと全く同じ、服にも産地って大事なんですよと。コットンの中でも最も最上級、これも幻のコットンって言われてるのがこのシーアイランドコットンなんですよ。でこれに関してはもうイギリスの王様、ほんまの王様がね認めて、もうこれ国宝級ですねって言ってイギリスから出さへんぐらい、イギリスがねもうがっつり守ってるんですよ。それぐらい王様も認める、まあ着心地っていうことなんで、たった長袖、まあロンティーやねんけども、まあ3万5000円してくるのもまあうなずけますよねっていうことで、まあ一応ね、あの場所によったらシーアイランドコットンもね別に日本で扱ってる会社もあったりはするんやけども、まあ基本的にはロンドンがもうメイン、イギリスがメインで扱ってるというね、国が大事にしてる糸っていうことなんですけども、まあ、そのシーアイランドコットンっていう、まあ、最上級のコットン、他にやったら例えばもう一個落ちたらスビンコットンがあったり、ペルーのコットンがあったり、中国のコットンがあったりとかっていうことで、あとスービマコットンとかね、ユニクロも使ってるけどそんなんがあったりするし、もう名前もついてないコットンがあったりいっぱいするんやけども、まあ、その中で名前もある中で言うと、もうこれがもうナンバーワンなんですよ。だから僕らポケモン世代で言うところの、もうこれはミュウツーなんですよね。もうなかなか見当たらんでと、もう裏技しやな、見当たらんでって言ったりするぐらい、もうほんま奇跡的なレアモンスターみたいな感じのがね、この前レアコットンなんですけど、まあそれがシーアイランドコットンですよっていうのをね、まあ今回覚えていただけたと思うんですけど、じゃあ次デメリット、どんなデメリットがあるんかというと、その幻のコットンがゆえにちょっとデメリットがあるんですよね。で何かというと、この幻の糸ってね、一本一本の糸が長いんですよ。だから普通ってこんな短い糸バーってつなげてるんだけど、こういうのってね、長長面でいうとこう長い糸がつながれてるから、よりしなやかにこう曲がったりとかするんやけども、その分縮みも大きく縮むんですよね。こう短いのがつながってるんやったらあんま縮みってわからんかなってなるんやけども、長い糸がゆえにこう縮む時にギュンって縮んじゃうんですよ。だからどうしても洗う時とかはこうおしゃれ着洗いとかでニットで洗ってあげないとこうかなり縮んでくるし、もともとコットンで縮みやすいのに、なおかつ長長面っていういいコットンがゆえの、まあ、あのデメリットの部分というか、こう縮みやすさがね出てくるってことなんで、今とかで例えばこのサイズ感じゃないですか、多分一回洗うとね結構着丈短くなってくるし、袖丈もちょっと足りんくなってくると思うんですね。僕以前まで L サイズのジョンスメドレー着とったんですけど、もうサイズが合わんくなってね、もう手放したんですけど、最初着てる時のサイズ感とはちょっと変わってくるっていう、まあ、選択がちょっと難しいっていうところと、どうしても縮みがね出ちゃうっていうところね、まあここはちょっとデメリットであったりするんですけど、まあそういうのがあると。じゃあ次おすすめの人、どんな人にこの3万5000円のニットおすすめなんて言われると、はっきり言ってね、こうやってロンティーっていうか普通に1枚パッてきてね、こうやってるだけでもねめちゃくちゃ様になりません？ならんかったらすいませんね、あの僕やからなってないだけやけども、普通の男性の方がこういう感じでパッて1枚立ってね、白のただのロンティーというか長袖をこうやって着てね、こうやって壁にもたれかかってるだけって普通ってそんな雰囲気出ないじゃないですか。だけどこういうロンティーって高級のね、あの T シャツとかロンティーとかってやっぱりしっかりね雰囲気が出てくるんですよね。それはなんでなのって言われると、こういうドレープ感、縦に綺麗に出てくるドレープ感とか、糸の素材がいいからテカリが出てきたりとかっていうことで、こうシルクっぽく見えたりするんですけども、まあ、その辺がねこう1枚でさらっと着ても大人っぽさが出ると。だから品格出したりとか、ちょっと20代の新入社員とはちょっと差をつけたいとかあるじゃないですか。会社でもね、ちょっとあの歓送迎会しようかってなったりとかして、あ、じゃあ今日はちょっと私服で着てくださいなんて言われたら、え、普段スーツで行ってんのにどないしようかな、私服、あ、ジョンスメドレーがあるやんけって言って、こうやって、ね、腕時計パンでつけていったら、もうそれは新入社員とちょっと違うんですよ。まあ20半ばのね女の子らがね、やっぱ誰々さんの私服ってロンティー1枚で着てんのに全然違うよねっていう話をね、おそらくされてるとは思います。もしされてなかったらすいませんね。結局若い方がいいって言われたら、まあそれは残念やねんけども、まあやっぱね、ちょっと20代そこらのとはちょっと雰囲気が変わってくるじゃないですか。まあなので本物志向の方とかにはね、めちゃくちゃおすすめになってくると思います。まあユニクロのロンティーとかカットソーでもめちゃくちゃいいやつあったりするんで、ちょっと今度こうね比較しようと思ってます。なんかまたそれはね見ていただければ嬉しいかなと思うんですけども、これがねジョンスメドレーになってますということなんですが、もうちょっとねパッて僕さっき見た段階ではもうネットでもサイズがもうなくなってたりしてて、特にこの24ゲージって今年から初めて出たモデルみたいなんですよ。僕そんなこと知らんとかあったんやけども、だから1枚とかで着たい方とかはね、この24ゲージモデルがいいやろうし、いや別に1枚とかじゃなくてこうインナーとして着たりもすんねんってことはね、30ゲージでもうちょっとローゲージに抑えていって、より着心地を求めていくっていうのもありやとは思うんですけど、そんなところでなんでジョンスメドレーが1枚で着ても着心地がいいし、なおかつ雰囲気がこんな感じで出てくんのって言われたりしたら、それがシーアイランドコットンなんですっていうのは覚えておいてくださいね。これはあのテスト出ますよ、ほんまにね。赤ペンで二重線して、ほんでしっかり間違えんようにね書けるようにしてください。これはもうマークテストでは出しません。あの記入しなさいって言ってね、僕やったら出したいなと思いますので、皆さん覚えておいていただきたいなということで、本日はですねジョンスメドレーのニットをご紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。